運営さん、なんか忘れてませんか？そう、脳症炸裂があるからプロステカに追加されることねえ、まだ僕ずーっと待ってるんだけど。この事件知らないプロステカユーザーの方に説明すると、4月30日に行われたプロステカチャンピオンシップスプリングの決勝曲として脳症炸裂ガールが新曲として発表されたんですね。多くのユーザー歓喜したわけなんですよ。レベル32なんですけどね。第1回プロステカの全国大会では千本桜が、第2回目の全国大会ではロストワンの広告が同じように決勝曲としてそこで初めて公開されたんですよね。しかもそれぞれ大会終わってから千本桜は3週間弱で、ロストワンは大会から6日後に追加されてるんですね。そう考えると脳症炸裂ガールって発表から2ヶ月経ってて、多くのプロステカユーザーもあれれおかしいぞってなってる現状なんですよね。ようやくレルリさんの楽曲追加されるなと思ったら、先に神のマニマニ追加されちゃったんだよね。発表神のマニマニの方が後なのに。ちなみに僕の一つの考察なんですけども、大会で発表された曲は楽曲追加キャンペーンで追加されるものから選ばれてる説なんですけど、まず千本桜はレイジが終わった数日後に行われた行く年来る年楽曲追加キャンペーンで、まあそれの1月1日に追加されて、まあロストワンの合格は1周年記念楽曲追加キャンペーンでの追加なんですよね。そう考えると、確かにチャンピオンシップスプリングの後日にはカップヌードルタイアップの楽曲追加キャンペーンをやっていて、他の楽曲の追加キャンペーンをやる機会なかったんですよね。なのでもし6月24日のワンダースチャンネルでの脳症炸裂カールに関して情報がなかった場合、2周年の楽曲追加キャンペーンをやる可能性が高いので、そこで追加されるかもしんないですよね。いや長い。それかある日ポーンって上がるかのってことで、今回動画以上です。僕の大好きな曲なんで、なんか結構早めに追加されてほしいです。ということで、この動画少しでもいいなと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバイ。